北関遺跡図帳の各境一筆から、院、らが、女神族征抜直後、国境碑を立てる場面東北九条は、高等六州と共に、高来の北新政策及び領土確定を象徴する、地域である。院、が、別部藩を率い、地里長城を越えて、東北地域の女神族を追い出し、九条を築いたもので、この九条を、東北九条と呼んだ。来は、 北端との戦争後、北方からの侵攻に備え、王力港の川口から、現在の環境道栄光に続く、千里長城を築いた。千里長城の東北には、女真族が住んでおり、彼らは、東板と呼ばれ、生女真の系統であった。女真族は、環境道から、都満港流域から国立港、松原流域にも居住していた。 多数の女神族は遊牧生活をしていたが、環境道の海岸地域や都ン島流域一帯には、農協に従事する部族も住んでいた。彼らは、この当時、統一した政治集団を形成せず、いくつかの系統に分かれていた。しかし、女神族の一部族であるワンヤン部が兄弟となり、かつものぐさ地域を襲撃し、高来に服属していた女神族の存落を占領し、 貞ダ平の地里頂上付近にまで出没するようになった。高来は、林強志らを派遣して、女身族を攻撃したが敗北した。再度、院を送って聖伐させたが大敗し、和役だけを結んで帰ってきた。林強志と院の敗北によって、貞ダ平の地里頂上外の女身族の存落は、すべて湾安部の支配下に入ることになった。院、和宿層に堅議して、 正規軍とは別に別部藩を編成することが決定された。別部藩とは、馬を持つ者を騎兵である上機軍、持たない者を、不評の上保軍、総兵を駒馬軍として編成した軍団であった。縮層は、この女神征伐の意思を果たせずに用去るが、後を継いだ英僧がその意思を受け継ぐことになる。英僧二年、陰、が、元水、呉延長が復元水として、 別部藩含む17万の大軍を引き連れ、地里長城の東北方、観光平野のトンジョマ征伐に向かった。高麗軍は十分に準備が整っていたため、今回の征伐では135の村落を占領し、5000名を捕虜とする戦果を挙げた。陰は占領した皆州をはじめ、福州、栄州、吉州、優州、道安鎮、新陽鎮、数年鎮、 高献賃の九条を築き、南方の六万九千戸余りを植民として移住させたが、現在それらの詳しい位置は、未だ明らかにされていない。九条の一九条の一については三つの説がある。第一説から皆、赤嶺以南から、佐ダ平以北の広い意味での観光平野一体と見る、説。第二説吉州、または、マウンレイ以南から佐ダ平までの主に、 環境難道一体と見る説。第三説貢献鎮の位置を都満公位北として、それより南から佐田平までの環境道一体に渡っていたと見る説。駒が開拓した球場はそれほど長く維持することができなかった。因が球場を構築するや、女身族は生活根拠地を失ってしまうようになり、湾ン部ンのカラスミヤビタバが中心となって、 数字審判する一方、講和を要請して九条の返還を要請した。高来は九条の維持には巨大な物資を費やし、人的被害も相次いだため、開拓から足掛け二年はあまりの英宗四年、貢献診で惨敗を喫した後、九条を女身族に返してやり、軍隊と民衆を撤収させた。その後、勝物草田地域を確保した部は八年、 アグダが女神族を率いて勢力をさらに増大し中国東北部の大部分を支配下に置き2年後には金を建国することになる勢力が強大になった金は永宗12年後来に対して兄弟の名役を結ぶよう要求し金と後来は緊張関係に置かれることになるがその後も金は人宗3年に喫胆を滅ぼし ついでそうの首と弁慶を陥落させ、名実ともに中原の覇者となった。こうなると、金は、高麗に対して、君臣関係を迫るようになり、高麗は強硬派と恩健派に分かれて激しく論争を繰り広げたが、信仰強国である金の現実を前に、武力抵抗を諦め、時代の礼を取ることを決定した。しかし、 これに対する一部の不満は、後に明信の乱へと展開することになる。この記述には、ダウムから GFDL、または CCSA で公開される百科辞典、グローバル世界大百科辞典をもとに作成した内容が含まれています。ありがとうございます。